上岡龍太郎さんが亡くなったと不法がたとがだいまま届きましたいやー私上岡龍太郎さんのね伝説の1時間喋りっぱなしあれ今でも YouTube にアップラーされてると思いますけどもその番組ってスタジオに椅子が置いてあって上岡龍太郎さんがその生放送の1時間ずっと喋りっぱなしで CM インして CM アウトしてって感じで最後まで持たせて最後歩き去っていくっていうやつなんですよね。 これができるのは亀岡龍太郎さんぐらいのもんなんじゃないかなと思いますし1時間喋るねその1時間をあらゆるそのジャンルの人をねこう引きつけるのっていうのは亀岡龍太郎さんだけだったんじゃないかなと思いますねうん残念ながらお亡くなりになってしまっていや本当にお悔やみを申し上げたいなと思いますね